概念。エミール。どうしたんだ。二人が待つ。急にすみません、カイネさんが。異様な気配。ああ。だがや。下着女の唯一と言って。カイネ。いや、な。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の、これを溶かせば。カイネさんが感じた。そういえば手紙は書けたんか。この前書き方を教えてやっただろ。まだか。まあ焦って書く必要はないさ。それにしても私も随分と懐かれたものだ。初めて会った時は何を考えているのかなあ。いろいろ考えたんだが、うちに来ないか。娘ができるのも悪くない。そうか。嫌だよな。残念だが仕方ない。なんだ、床が濡れて。まさか。どんどんヤバい匂いが近づいてるじゃないか、カイネ。お前も気づいてるんじゃないのか。この匂いにどんな意味があるか。この船、至る所が腐りかけておるな。むやみに暴れるでないぞ、下着女。ああ。カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。そうだ。そうだな。エミール、カイネを頼んだぞ。はい。薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。おい、油が残っ。今ほん我も見た。郵便局で鍵がなければ。この船は一体。ナンパ当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先は。先ほど。これはリンゴが落ちてる。おそらく夫婦喧嘩の。ともかく
上の階から。樽が倒れてる。入り口で見、娘がと。分厚い本が置いてあるの。航海日誌。船の信だが。この船で。航海に。棚の向こう。調べようにも。待て。上に手帳。船。どうやら人。そうだ、同じ人間な。わかりた。棚の方。おい、隠し部屋か。魔物はいないみたいだな。お金銀。いや、それはここでおこうつ。この船、この船の白い子。何か聞こ。音が止んだ。これは缶がつながっている。待て、どうやらもっと奥に。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。これは船が化け物が他の船員たちを殺し回っている中、日記を書いた船員はこの部屋に身を隠している。これは事実なのか。わからぬ。まだ日記の他の船員たちの悲鳴が。この船員は船員にとってもう少し何ページにもわたって文字が徐々に赤黒。もう日記続きを読んでみ。あれ、急にページが破られた。破られたというよりページが。船で一体何が起きたというの。ここ大きな鍋。ライス大盛り料理の。そういえば、ああ、旦那さんを見つけたら。そう、喧嘩夫。喧嘩夫。奥の部屋。またリンゴが落ちた。これも喧嘩夫婦の。ともかく この床。おい、ここはどうや。落ちた時に乱。あれはシロ。ようやくか。この死体は。
町の者。そんな嘘だ。どうしてあの人が。しっかりしろ。カイネが感じた気配。ああもう。二人とも。エミール。はい。下の真っ暗な階。すまなかった。ああ。そうか。今度はお二人の元気がないよ。ところで、カイネ。ちょうどこの上の。やはり。顔色が、一人でかかって。エミール。船の中、実は。そうか。上の階から。皆さんも、ま、丸められた紙が何個も捨ててある。これはどれも同じ文字。手紙。戻るのか。気が進まぬが。どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだ、カイネ。いいはずがないだろう。ここが最後の町の者たち。この子は船の入り口で見た。待て。こいつ。この魔物はヤバい代物だな。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ。盛り上がってきたじゃないか。え？まさかカイネが感じていた気配はこの子が。君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこの難破した船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんで、その、女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした。そいつに近づくな。そいつは。
カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。早く外へ出る。分かってる。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。今のうちにと。バカな。光で焼かれている。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ。対しろ。これは歌か。まるで人間の真似事じゃないか。どこで何を吹き込まれたか知らない。俺たちを空気満々みたいだな。顔のついた触手を狙う。止まるな。もう一本も切り刻む。やったか。なんだあの大きさは。おお、
ありえん。あれほどの傷を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。奴はあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだな。うるさい、人間に刃を向ける気はない。体の一部を指に変えて撃ってくるの。数が増えておるぞ。分かってる。だけど、くそ。いかん。このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人。なんだろう。何してる。殺されるぞ。この人たちに手を出すな。
め。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。なんか嫌いだ。ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。本当にすまなかった。町の人たちがその犯人の世話を。貴様が気に病む必要はない。そう。そろそろ俺たちは行く。まだ。そうか。本当に。夫は見つかったの？それはどうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。まさかあの人はもう。旦那さんは町から出て行ったみたいです。それは私に愛想が尽きたってこと？私と喧嘩ばっかりだったから。ごめんなさい、ごめんなさい。喧嘩するのが好きだったのよ。通じ合ってるって思えて、それだけで私は幸せだったのに。そう思っていたのは私だけだったの？あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺が気負いすぎるな。今入る。外はどうだった？なんだこれ。
手紙。あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だな、おい。手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。カイネ、一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるって、どうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。しばらく弟と会ってないな。船頭の仕事が順調なのかな。たまには嫁さんと一緒に顔を見せに来いって伝えてくれよ。ナンパ船にいた。船頭さんが亡くなられて海岸に魔物が出るなんて。船頭の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに。彼のことはすごく悲しいけれど、あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポルよ。暗号の解読は中性のケルベロスは。ポポルさんにもわからない。でも、そうそう。見てきます。それと、船頭の彼が休む船は。わかりました。誰かを失ったとしても、この世界は無慈悲に回り続けるのだな。Thank you.
。結婚式か。早速王のとこ。